今回は、先入観なしで見たらイケメンだと思う芸能人について紹介したいと思います。それではどうぞ。山本祐介。素行も悪いし、確かに綺麗めのゴリラ感はあるけど、私は好きな顔。泉本や。今も昔も、顔、スタイル、声はかなりかっこいいと思う。顔はイケメンだと思うんだよね。顔は綺麗な部類だと思う。わって感じ。そう？母とセットの印象がキモくさせてる。確かにおかんがちらついちゃう。売り出し方をきちんとしていれば、野村萬斎ばりにブレイクしていたかも。一瞬ブレイクしてたはず、タイが主演だし、そこから何か間違ったんだよ。空中元やチョップで冷めた。顔は好き。東出昌大。顔いいしスタイルいい。ダメだ、先入観が消せない。プライベートの情報何もかも忘れたい。先入観強すぎるけどイケメンはイケメンなんだよね。不倫する前はお似合い、素敵な夫婦、とか言われまくってたのに。お互いに背も高いし、見た目が釣り合いそうな人少ないし、あんちゃんにアプローチできるのも、今思えば東出だったこそかもね。けどさ、子供作って別れられてよかったじゃん。外見としては最高の遺伝子の組み合わせだなと思う。子供のスタイル超すごそう。どっちに似ても、顔もスタイルも良いもんね。しかも渡辺謙の孫でもあるし、芸能界デビューしてもおかしくないと思う。加瀬大衆。新加瀬大衆騒動あたりで運気が奪われて、最後は薬で終わり。新加瀬が出なければ、ちゃんとイケメンのまま俳優人生を送れたのかも、と思うと惜しい。甘いマスクのイケメンだったよね。色白で、キングコング西野。顔が本当に好きなのですが、好感度が低いので周りに言えません。わかる。顔だけはイケメン。先入観なしで見たら顔は整って見える。でも中身ヤバすぎるから、どうしても先入観で気持ち悪く見える。最近の西野の画像見て驚いた。ずっと羽飛びの頃の短髪のうるさい兄ちゃんのイメージだったけど、いい男になってる。スペショー法はなんだかなと思ってたけど、実物めちゃめちゃイケメンだった。枯れた色気やフェロモンまであって、引き性と思った。誰かの彼氏って言われたら、おお、めっちゃイケメン。って言うと思う。伊藤健太郎。高青年顔だよね。中身があんなのとは思わなかったけど。ザ、大学生って感じの可愛い顔だよね。どう頑張っても、先入観なしで見ることができなかった、ごめん。あの件がなければ、今日から俺は、の時は良かったのに。ドラマに出てる時めちゃくちゃかっこよかったのにね。年取ってハゲたらギャロップ林になるけど。言えてみよう。素晴らしい。林のポテンシャルが恐ろしいわ。アレク。ダメ男でヒモ夫だけど、アレクの顔めちゃくちゃタイプ。ハイドにあるよね。口元がハイドとはちょっと違うよね。ハニーレモンソーダの実写版、ラウールよりこの人が合うと思う。大谷洋平。偽の内とか棒演技とか、ゴリ押しとか言われようが、嫌いじゃない。隣国で活動したり過去の発言がちょっと言いにくい。でも、がっちり体型で昭和顔がかっこいい。カプーン中丸。見逃しがちだけどイケメンだわ。中丸が好きって前友達に言ったら、微妙な反応された。自分も好きです。男性的な骨格が好きです。変な反応する方が変です。不祥事とは程遠いキャラだったのに、ナンパ&JD&アパとなかなか強烈なことをしてくれた。長嶋一茂。どう見てもイケメン。それずっと思ってた、50代で俳優並みにイケメン。映画の試写会に来てた長嶋一茂さんは、スタイルも良くてめっちゃイケメンで感動した。体もしっかりしてて素敵。良い外見だなって思うわ。長身だし、顔のパーツは良い。40代以降から渋くかっこよくなったと思う。バカ息子&横柄な態度は無視して、喋らなきゃかなりイケメンじゃない？長嶋一茂は若い時、可愛くて人気あったんだよ。お父さんの人気込みではあったけど。20歳の頃の次長課長井上。この人にかなう今のジャニーズの若手いないと思う。マジ美少年だったなぁ。芸人が好きなの？って反応されるから言えなかったけど。後ろ後藤？この人までジャニーズジュニアに見えてきたわ。次長課長の井上って普段感情とかなさそうだから、たまに笑ってるところ見ると嬉しかった。井上さんは今でもかっこいいよ。市川團十郎、白煙。素行とか全部頭の中から消去して顔だけ見たら、超絶整ってる。造作の美しさと、持って生まれた花は歌舞伎俳優としても稀だと思う。本当に中身が残念。消去するの難しい海老蔵、反射的に思い出す。なんかこの人は坊主の方がかっこいいと思う。実際生で見たら人形みたいな綺麗さだったもん。あれじゃ調子乗るよなぁと思った。年齢を重ねるごとに、内面の暗闇が出てきた感じがあるよね。いろんな悪行を知らずに見たら、真面目そうだし、かっこいいし、清潔感あるんだけどね。性格や素行は悪いかもしれないけど、背負うものや失ったものがたくさんあって、一種の凄みもあると思う。一般人では出せない怪しい美しさみたいな。
内藤俊介。結婚してたけど、水川あさみさんと交際してて自分の奥さんや子供たちとは一緒に暮らしてなかった。騒動あったけど色気あるし顔どストライク。嫌いになれない。もっと売れそうだったのに、私生活のせいで微妙な状態になった人なイメージあるわ。伊藤秀明、スキャンダルあったけど、容姿はすごく好み。筋肉ムキムキのところも男らしくていい。いろいろあったけど、俳優として好きだよ。昔から好きだけど、あの写真以来言えなくなってしまった。ハワイのランチキさんピーって書かれたやつね。キノコ食べてラリっちゃったこともあったね。2000年公開の映画からファンだから、今更多少のスキャンダルくらいじゃ嫌いになれない。セカオワの深瀬さん。今はちょっとふっくらして、ゆるキャラ化したけど、それでもかっこいいよね。神宮寺勇太。ナンバーアイの子ね。平野くんについて行ってプービーに行った子。なんかそういう先入観。よく見ると、女顔で綺麗系な顔だね。神宮寺くん、髪長めで耳かけに合うし、所作も綺麗。綺麗だけど親近感のある顔だと思う。神宮寺くんは馬面顔だけど、平野くんの隣にいるっていう補正で、イケメン扱いよね。木村拓也。わかる。こんなかっこいい人なかなかいないと思う。今はともかく、アラサーの時のキムタク、本当にかっこよくてやばいから。なんだかんだ、この方の出てるドラマは気になるし、大体見てる気がする。批判されてたマックの CM も笑っちゃうし割と好き。私も好き好き、単発もかっこよい。キムタクをディスる男の人嫌い。てめえの面はどんなもんだよって思う。昔の推しを学ぶ。あの性格は抜きにして、2000年代初頭の推しは確かにいい男だった。背も高いし、トータルかっこよかったね。犯罪者じゃなければどれだけ良かったか。推しを学ぶ、リブ、のトライって曲結構好きだったわ。当時 CD についてたポスター部屋に貼ってた。本当に体型含めてめちゃくちゃタイプ。悪そうで優しい人が好きだけど、なかなかいないもんだね。人は見た目のまんまよ。今でも顔だけは好き。ミスチルの桜井和俊さん。不倫のイメージがついてるけど、このタイプの顔好きな人多いよね。食ったくないというか、犬とかの動物顔ね。この系統がタイプな女性って多いだろうなって思う。笑顔がたまらん。笑った時にできるシワが好き。いそうでなかなかいない顔。一歩間違えるとブサイクだし、桜井さんは絶妙なバランス。ミスチルは歌だけでなく、桜井さんの顔もブレイクした要素だと思う。不思議なお人。昔のスキャンダルでがっかりしたけど、やっぱり顔が好きで嫌いになれない。不倫相手中絶させたクズじゃん。それでファンを止めた。相手は中洲のキャバ嬢だっけ？そんなことは私の彼氏でも旦那でもないから、どうでもいい。顔が好きだから、それを見るためにドラマも見てる。小松木くんが好き。中川大使に戻られると、ときめかないので、やはり小松木くんが好き。小松木くんを見たときは、キモ、あれ、でもかっこいい、だったわ。イケメンって明太マヨ並みになんでもいけるんだね。ピースまたよし。黒目大きめでカラコン入れてるみたいだね。面長で完成された顔してるなぁと思うけど、背が低いんだよね。隠れ又吉好きはいそう。こういうサブカル文化人タイプ好きな人結構いるよね。若い頃、ヒゲ坊主の時はいかつすぎて一丸しとか言われてたらしいけど、雑誌とかでちゃんとスタイリングしてもらうと、ガラッと印象が変わるから、ポテンシャルがすごい人だと思う。ひろゆき。ひろゆきが2ちゃんでメディアに出だした頃は、イケメンだなと思ったことあったよ。普通にオーラあるよね。顔も整ってる方だし。同世代のアラフィフに比べたらめっちゃかっこいいよ。気合い入れたらかなりのイケメンになるよね。ひろゆきのようなクゲ顔って私の中ではイケメン枠。かぐや姫にアピールするメンズに紛れてても違和感ないわ。ひろゆきの音ゲーがあったら面白そう。やりたい。ツンデレ好きだからちょっとときめいた。これ、ラブユキって YouTube の動画だね。本人もこの存在知ってた。チュートリアル得意。ああ、いたね。このイケメンさを武器に結構ドラマとかでも、いい役やってたのにね。今も細々とテレビ出てるんだろうけど、やったことは悪質だと思った。若い頃は、顔がとにかく小さくてモデルみたいだったね。今はいろいろあったし、歳も取ったし老けては来てるけど、それでも同年代の芸人の中では嫉妬してる方だよ。天野光成。雛形あきこの旦那さん。雛形さんのことママとか言うの、よくわからないけど。この人かっこいいよね。バラエティーでポンコツキャラだけど、普通にしてたら雛形あきこさんとお似合いの美形夫婦。高田純次。黙っていると結構なイケオジだよね。渋いイケオジだよね。面白いよね。いつまでも元気なエロジジイでいてほしいわ。説教をしない、自慢話をしない、昔話をしないを心情にしてるんだとか。座ってないんかい。言っとくけど、俺が言ってることの 95% は嘘だよ。ウエンツエイジ。ウエンツはウエンツしすぎてて、そこまでイケメンなイメージなかった。
でもよく見るとイケメンやんってなる。わかる。イケメン以前にウエンツなんだよね。テンテレの時好きだったけど、山崎邦正に憧れてバラエティタレントになってから、バラエティに寄った見た目になった。こんだけイケメンなのに、あんだけいじられ要因としか扱われないの、ウエンツくらいじゃないかと思う。伊勢谷友介、不謹慎だけどワイドショーで、伊勢谷さんの映像が流れまくってた頃、どれもかっこよくて眼福だった。ルックスだけなら本当にドストライク、残念。眼力が半端なかったね。特殊なかっこよさがある。スタイルもいいからだよね。こんな人が職場にいたらガン見しちゃうよね。美形で頭が良くて、芸大でのアーティストで、英語ができて影がある。そりゃモテるよね。目がサイコっぽい。でもこれは先入観なのかもしれない。袴田義彦。テレビあんまり出てなかったのにアパ不倫でよく出てて、やっぱりかっこいいなって思った。誰にも言えない。なんだかんだジュノンボーイだからね。俳優で売れ続けてる人は体力もメンタルも化け物だけど、それがなかった。だから仕事を選ぶようになったら、周りにどんどん先を越されてしまったとインタビューで言ってた。4WD。名前。原田裕二は 4WD 不倫でイメージ落ちたけど、顔はかっこいいのよ。顔は、だから嫌いになれない。ドストライクの顔って、結局嫌いになれないっていうよね。私は 4WD 以降吹っ切れた感があったし、記者会見も潔かったから、そんなに嫌いにならずにいるわ。4WD 以降、かっこいいのに面白いことしちゃうイケオジ。って感じになった気がする。宮崎健介。こんな自分が嫌だけど顔がすごくタイプです。顔だけじゃなく、実はキャラも好きです。この人、人たらしな気がする。いや、やはりあの奥さんに宮崎健介もったいない。マジそれ、あんなクソ男よりいい男いっぱいいるだろ。でもあの奥さん、全部旦那さんプロデュースらしいよ。3人とも背が高い。見栄えいいからモテるのかな。宮崎さん背が高いって思ったら188センチメートルあるんだね。これ何回見ても笑える。みんななんでこのメンバーなのか分かってない。素の顔がまたいい。成宮博樹。この顔面が日本の芸能界から消えたの。本当に惜しいなと思う。15年前くらいに青山のカフェで見かけたことあるけど、異次元だったな。綺麗系の顔だと思うんだけど、男らしさもちゃんと残ってる感じで、奇跡的なお顔だと思う。先入観あろうがなかろうが成宮博樹はイケメンだわ。松岡修造、熱苦しいけど。長身でイケメンでウィンブルドンのセンターコートに立つような人で、しかも大企業の御曹司。この人のスペックってすごいと思うのよ。ただ性格が熱苦しいんだけど。理想を語る熱い人のイメージだけど、熱血キャラは完全にテレビ用に作ってるよ。Mステで平成ジャンプと共演していたのを見たことあるけど、一緒に踊っていた誰よりもキレキレで、誰よりもスタイルが良く、誰よりも長い足が上がってた。松平健。上様が嬉しそうだと、なぜかこっちも嬉しくなってしまう不思議。ちょんまげの面の方がかっこよく見え、笑顔よりも険しい顔の方が、素敵に見える珍しい人だね。見た目だけでなく生き方が美しいよな、上様は。笑顔も良いが、こちらも良いぞ。丹美な上様。お美しい。何奴のことを思案されているのかしら。山本太郎。この頃は好きだったよ。この頃は、政治に関わってからうさんくさくなった。昔は熱くて実直な男前キャラといえば、山本太郎がキャスティングされてたし、そういう役の山本太郎好きだったわ。やっぱこの人はお芝居こそ最高の才能だと思う。だから演じてる時は何割増しかでイケメンに見える。実は私は今でも見た目だけは好き、ボソ。私は顔より体が好き。背中から尻にかけてのラインと重量感たまらんで。体がセクシーなのめっちゃわかる。太郎はスタイル良い。松村雄基。この人は男らしい不良役、朝尾、で惚れた。ただ BL 舞台とか出てるみたいだから、もう確実なんだろう。平野翔くんかと思った。前から似てると思ってた。年取ったらこの人みたいになりそうだよね。やだねったらやだね。氷川きよし、かっこよかった。過去形ね。お姉の噂はあったけど好きだった。元純烈の友井祐介。クズだけど顔はめっちゃタイプ。わかる、クズ事件で知ったんだけど、顔がいい。でもクズだし今後も言えない。私も本当に好き。DV とか絶対無理だし、他人には言えないけど、本当に顔だけ好き。田口淳之介。顔、肩が超タイプだった。綺麗な塩顔だよね。わかるー。ニコニコ笑顔が爽やかだと思ってたわ。山崎邦正。学生時代限定ね。初めて見た時は嘘かと思った。山ちゃんって目で見なければ好きになれる。2年連続で高校のミスターに選ばれたらしい。これはモテるわ。芸人デビュー当時はめちゃくちゃ女性人気あって、バレンタインだか誕生日プレゼントだかの数が、当時の吉本史上最多だったと番組で聞いた。東野幸治。東
東のりは池おじってやつだと思う。授業参観とかにいたら、あらかっこいいお父さんってなるよね。これでもう孫がいるんやで。若いな。50過ぎなのに体型崩れてないし、肌もたるんでないし、目鼻立ちもはっきりしてる。芸人という先入観を除けばイケメンの部類だよ。アンジャッシュの渡部。もう変態の顔にしか見えない。公衆トイレに女性連れ込む顔。先入観抜きにしたら、まあ普通にイケメン。なんたって佐々木のぞみを射止めた人だし。都会育ちのスタイリッシュな顔立ちだよね。今はどうなってるのか知らないけど。イケてるから、結婚してからもモテてたんだろうしね。ココリコの田中。昔からこの人パリコレモデルって紹介されて、キリッとしてたら、イケメン路線じゃない?ってずっと思ってる。空港で働いているので、よく芸能人を近くで見るんだけど、普段めったに男性にかっこいいとか言わない先輩が、生ココリコ田中がかっこよすぎると絶賛していた。見たことあるけど、スタイルよく顔も小さくかっこよかったよ。川崎麻世にだからね。ココリコの遠藤。恥ずかしくて言えないけど、実はかなりタイプ。なんかリアル感があるね。俳優と比べると落ちるかもしれないけど、近所の人の旦那さんだったら、オタクのご主人イケメンねって言われるタイプだね。実はココリコってイケメンコンビだよね。なぜか言いにくいけど、小島よしお。ちょっと癖はあるけど、濃い顔がタイプの人にはイケメンなのかも。いつもパンイチだからそっちに目が行ってしまう。スーツ着て、ベンチャー企業の社長です。年商億、とかでこんな人いそう。テレビで初共演した人たちが、かっこいいですねって言っているのを何回か見たことがあるから、服を着ていて実際に会ってみると、イケメンなのかも。体作りで姿勢もいいし、三輪明宏も褒めてたよ。JP、まっちゃんのモノマネしてた人ね。こういうより目の人好き。若かりし JP、イケメンだけどちょい役の役者さんか、島村みたいなチラシのモデルさんみたい。イケメン、誰かに似てる。服装とか髪型とかが声優みたい。時を国分太一。あのキャラじゃなかったら普通にイケメンだよね。目がクリクリしていて可愛いお顔立ち。北村匠海に似てるよね。空気階段水川かたまり。かたまり、ちゃんとしたらすごいのに通常だとなかなかひどいよね。肌荒れもすごいしもったいないなぁと思ってる。なんか昔の深津絵里とか境町とかが、こんな感じだった。錦鯉長谷川。あら本当だ。目元から鼻筋にかけて俳優さんのようだね。時代劇の侍役とか似合いそう。そういう目で見たことなかったから笑った。確かに顔だけ見たら渋いおじさんだね。若い頃もイケメンだったのよ。あらほんと。それに求心顔だね。愛口した我が家の坪倉みたい。何は男子の藤原丈一郎。やたらオリックスに詳しい、野球好きのうるさい兄ちゃんってイメージ。この人は大好きな野球仕事だと、よりいい顔になるんだよ。アイドルでしょ?アイドルより野球仕事で生き生きしちゃうのね。うわぁ、この可愛さ後輩に欲しいな。背が低いのがもったいない。ケインコすぎ。昔は筋肉のイメージしかなかったけど、今見たら全然かっこいい。顔だけ見たら、キリッとしたイケメン。マッチョ好きにはたまらないよね。増田岡田の岡田。閉店ガラガラの人ね。高身長でお顔も爽やかだよね。岡田結衣の父親。そう思うと、この人もイケメンのはずだわ。ただ、ギャグが面白くないイメージが強いけど。黙ってたらイケメンの部類ね。中井正広。キャラと声抜きで見たらイケメン。ヤマピー系だよね。このサラサラヘアの時ほんとに可愛かった。華奢だし女の子みたいだった。少年野球をやっていた頃に、そこの父兄から女の子がいると思われていたんだよね。それくらい可愛かったんだろうね。ハリウッドザコシショー。わかる。身長もう少しあったら最高だよね。ザコシが時尾の松岡に似ている時がある。顔面だけで言うと、そこそこ整ってると思うよ。雰囲気も安心感あるよね。優しいお兄ちゃん感ある。ガクト。先入観なしに見たら昔のガクトは顔は整ってると思う。マリス・ミゼル時代ね。世の中にこんな美しい人がいるのかと、驚いた。美しすぎて、初め男の人だと気づかなかった。キスマイの宮田俊也。先入観というか、事務所がわざと差別化してるんだろうけど、キスマイ知らない人から見ると宮田が一番美形。もし赤西仁みたいなキャラだったら、かっこいいって言われたはずだよね。今のキャラも嫌いじゃないけど、なんでみんな美形さに気づけないんだろ。以前より垢抜けてきた気がするよ。ブサイクで歌ってた頃より、今の方がイケメン。筋肉少女隊の大月健二。バンドの雰囲気とキャラクターが独特すぎて、あまり言われないけど、めちゃめちゃ男前な顔してると昔から思ってる。音楽に興味ないし、著者なんかも全く興味ないけど、大月健二の顔だけは大好き。この手の野性味あふれる顔立ちは支持者は多い。最近では希少なタイプ。でも大月健二好きというと、顔にひび入ってる人?
曲好きとは言ってないのに、ああいう感じの音楽好きなんだと言われてしまう。小泉進次郎、芸能人ではないけど、お兄ちゃんより好み。鋭い目つきがたまりません。進次郎、私も超タイプ。まあ可愛いよね。でも政治家をそんな目で見てるの言えない。顔なんてどうでもいいよ、俳優じゃあるまいし。政治家を顔で選ぶのは愚かなことです。顔に騙されるのだけはダメだよ。スーパーエイトの横山優、ずっと黙って決め顔しててほしい。横山くんかっこいいとか思ったことなかったけど、実物やばい。王子様だった。グループのキャラのせいでしっかり顔見られることないけど、ぶっちゃけスーパーエイトは全員顔整ってるよね。横山くんは、若い頃と全然変わってないのがすごい。他のメンバーと比べても、年齢を感じさせない。イグジットの兼近、いろいろ言われてるけど、顔だけ見たら本当にイケメン。この人のお父さんもっとイケメンだよね。兼近は目つきがドロンとしてる。いろいろと顔に出ちゃってて先入観消すの無理。兼近が出始めの頃、前科持ち顔っていう人結構いたよ。わかる人にはわかるんだなって思った。板尾悦司、ハイドに似てると思ってる。板尾は若い頃はお笑いにしては、まあまあイケメンだったよ。顔でファンがついてたぐらいなんだよね。陰口でイメージ悪いのと、年取って顔がダルダルになったけどね。小出圭介、左右非対称な二重幅がセクシーで好き。あの声との合わせ技でドンピシャタイプだわ。普通面なのにイケメン扱い、無理があると思ってた。この人普通面なのに、なんでドラマや映画の主演クラスバンバンやってるんだろうって思ってた。でも、たまたま街で撮影してるの見かけた時に、テレビと違くて整いすぎててびっくりしたよ。こんなに綺麗な顔してるなら、そりゃ引っ張りたこだわって納得した。みやび、目には色気があるけど、口角の上がった笑顔にやられた。整形の韓国人とかいう人いるけど、ギター弾く姿がオーラありすぎ。なんか目のエロさがほんとたまらん。惚れるよあんなの。こういう人になら、迫られて押し倒されたいってすら思ってしまうよ。オリエンタルラジオの藤森慎吾、顔だけならめちゃ色気あってかっこいいと思ってる。チャラ男のイメージ強いけど、おしゃれだし、レディーファーストな紳士だよ。ビジネスチャラ男だって思ってる。プライベートめっちゃモテそう。インパルス板倉、最近年取って渋くなってきた。わかるよ、蛇が追ってドキドキする。俳優っぽくてかっこいいよね。私も好き、笑った時すごい可愛い。パンサー向井、ジャニーズジュニアっぽいイケメン。パンサー向井の顔は本当に可愛いと思う。もう少し若い頃の向井の可愛さはずば抜けていたよね。あやモテるわ。先入観あっても普通に可愛い子だと思う。の久保直樹、ヘキサゴンファミリー時代、ダサめのグループにいたけど、久々に見かけたらイケメンだった。随分変わったね。稲葉さんと森田剛もブレンドしたような感じ。通販雑誌に載ってそうだね。先入観なしで見たけどそこまで、かな。逆にヘキサゴンのあの人、と言われた方が、渋いおじさんになってかっこいいね。ってなる。昔の方がイケメンじゃなかった？色白で爽やか系。ナス中西のナス。ラビットで女装した薄娘も謎の色気があった。ベースはかっこいいと思うから、髪型を変えてみてほしいな。わかる、ダサい茶髪の真ん中分けやめたら、かっこよくなると思う。デビュー当時の V6 の岡田くんみたいだよね。ハンサムだけど、声はめちゃくちゃコテコテの漫才師声なのも面白い。いとこである、中西さんとずっと一緒にいたくて、コンビ組んだのとか微笑ましい。いとこなん知らんかった、だから息ぴったりなのね。信子部の吉村、いつもスタイルいいなって思う。よだれ垂れそうな口元がなんかいや。高校同じだった。普通にイケメンで面白くてモテてた。なのにアメトークで学生時代イケてなかった側で出てた。めちゃリア充だったのに。進学校だったんでしょ？スポーツもできそうだしそりゃあモテるよね。鈴木康介、メガネ取ったらキラキラの目で、他のパーツも整ってる。普通っぽい人とか冴えない男みたいな役多いけど、実はめちゃくちゃハンサムだと思う。けど、メガネないと没個性な感じもするし、俳優さんとしてはメガネかけて正解なんだろうね。暴れるくん、顔だけ見れば、暴れるくん、背も高いのね。顔だけ見れば、割と整ってるよね。ヘアスタイルとかきちんとすれば普通にイケメンになりそう。中学と高校の教員免許も持ってるんだよね。意外とインテリ枠なのもいいかも。ナイツの土屋さん、メガネ男子で鼻筋通っていてドンピシャ好み。ナイツって花輪のイメージ強くて、存在感薄くなりがちだけど、実は整った顔してるよね。男性な顔立ちだと思う。土屋さんメガネはとってもイケメンだよ。河合郁人、パッとしないけど、イケメン。もちろんふっと後藤もタイプだよ。ABCD にいてもずっとパッとしてなかったよ。松潤のダンスのモノマネとかしてたよね。口を閉じて微笑むくらいが最高にかっこいい。口を開けてバカ笑いすると一気に崩れる気がする。
昔の保坂直樹。気難しそうなイメージがあるけど、かっこいいと思う。わかる。すっきりして一切無駄がない綺麗な顔してたよね。80年代の保坂直樹ね、すごいかっこよかった。峰雄太。この年でこの顔はかなりのイケメン部類だね。つい最近、ニューヨークが、峰雄太さんがめっちゃかっこよくてビビったみたいな話をしてたよ。普通に会社の上司とかでいたら、めっちゃイケメンの部類だからね。今市雄二、見た目チャラいし派手な人苦手だけど、顔だけで言ったらドストライク。一見いかついんだけど笑顔が可愛い。小顔でスタイル良いし歌番組で見るたびにかっこいいなと思う。眉毛とかはっきりしすぎだし、髭も剃ったらかっこよくなると思うのに、もったいないなって思う。私も大好き、特に笑った顔。石原良純。ちょっと眉毛が濃いけど、スタイルもいいし普通にかっこいい。この人見るとカンナ好きが出てくるようになった。こんなシャツとネクタイ似合うの、日本で良純くらいだぞ。池尾寺の部類だと思ってはいますが、あの有名な子供写真がちらつく。良純さんを一度だけお見かけしたけど、スタイルが良いし彫刻みたいな顔でとにかく、めちゃくちゃかっこよかったんだけど、この話をしても誰も共感してもらえない。本並健治。ラビットで初めて見たとき海外の俳優かと思った。丸山桂里奈の旦那？彫りが深いのよね。インド系の顔？私ガンバ大阪のファンだけど、現役時代に初めて見たときには本当に外国人なのかと思った。ちなみに純日本人らしいです。シャンプーハットの恋ちゃん。中身変だけど顔はめっちゃイケメン。ハーフっぽい顔立ちしてるよね。相方さんもだけど。中身は結構変態なんだよね。だから黙ってたらイケメン。キングヌーの常田大輝。わかる、最近の人だとダントツで好きかも。ヒゲの人好きじゃないけど、この人の場合はヒゲがないと逆にダメな気がしてる。最近の若い芸能人は、いつまでも制服が似合うような幼い感じの人が多いけど、落ち着きと色気がいいよね。見た目は私も本当にドンピシャで好き。顔は普通だけど、いつも態度が悪くてふんぞり返ってるから嫌だ。M ステで他の歌手が歌ってる時に、あくびしてたのもすごく感じ悪かった。アジカンのゴッチ、小声。政治発言が結構すごいから周りには言えないけど。メガネと雰囲気込みで。あと歌ってるとこ好き。とりあえず、政治的発言は控えた方がいいと思う。登坂広美。本当に好きな顔。けど、なぜかアンチ多くて悲しい。雪の花って DVD 見たけど、うわぁ、くっさい演技と思った。でも登坂って言ってる人いても別に引かないよ。成田凌。ガルデは腐ったスヌーピーとか散々だけど、成田凌はイケメンだと思うよ。モデルやってた時とかかっこいい。ただ喋ると中身の残念さが出てくる。別に何やったわけじゃないのに。まさきこう。テレビ見るのが好きで、その時に知った男優さん。当たり前に周りには言えない。声出して笑った。そりゃ人には言えないね。テレビか、見る勇気ないな。綺麗なスリムクラブ内間って感じ。この人、無茶ばっかしてなくなったよね。金庫目の高橋。西島秀俊やスピッツ草野正宗に通ずる顔立ちで好きだったのに、残念です。金庫目高橋同意嬉しいです。今何してるんでしょうね。定期的に、高橋健一、現在って検索してる。あまり詳しい情報は出てこないけど、どうやらちゃんと社会復帰しているようなので安心しました。鳥肌実る、若い頃の美しさときたら。多分、現実では誰もわからないと思うので言わない。いやいや、もちろん存じ上げてますよ。若い頃は、鳥肌実るのこと好きってサブカル女子が結構いた記憶。いかがでしたか？この動画が面白いと思ったら高評価チャンネル登録お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。